はい、皆さんこんにちは、メガミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。鍵開けの旅出ましたけれども、ちょっと神秘の鍵を手に入れてから最後の鍵までのスパンがなんかだいぶ短かったような感じですね。多分3回くらいでもう最後の鍵手に入れたんじゃないですかね。とりあえずアリアハンに向かって、最後の鍵手に入れたんで、多分ね、この右の方にロマリアロマリアへ行く洞窟があると思うんで、原作通りであれば、ちょっとそっちの方を目指していきましょう。ドラクエ3で行くと魔法の玉を使って壁をぶっ壊していく洞窟ですね。序盤の難所ではありましたけど、多分そこに何かしらはあるでしょう。洞窟があるかどうかって言われるとちょっと分かんないですけど、よーし。あれ、ピサロ、そういえばこの前アクセサリーを変えたな。ちょっと待って、勇者の装備がエンハンスにして、でピサロを早手のリングだ。でビビちゃんどうしようかな、命のリングになってるけど、セーフティービットにしようかな。でユフィって何する人、守りのルビーか。これスカラか。そうだ、ユフィやたら防御力高いなと思ったらスカラがかかってたんでしたね。そりゃそうかっていう。暗黒剣、カトンがちょっと減ってきたな。忍術買い足しといた方が良かったかもしれないけど、いいか。じゃあこの洞窟、これなんか右の方にそのまま出てきそうだな。やっぱここ最後の鍵っすね。下は何にもないかな。こういうとことか、なんかアイテムあんのかな。あれ、右行くと宝箱がありそうな雰囲気ではありますね。なんかストーンマンみたいなのが出てきたな。ストーンマンだ。これあれか。違った、マインドフレイヤーだと思ったけど。何が効く、雷神が10個あるんで、後ろのやつ雷神に弱いな。ストーンマンは何に弱いんだ。弱点なさそうだけどな。レベルアップ、宝箱っすね。クリスタルの盾だ、やった。ドラゴンシールドか、10上がるけどな。ドラゴンシールドはフバーハかかってるんで、これはちょっとフバーハつけときたいですね。ピサロも一応ドラゴンメールで、フバーハはボス戦とかで結構有効なんですよね。でしかも装備してるやつだから、いてつく波動も効かないっていう、効かないっていうか、いてつく波動を使われたとしてもフバーハは持続するっていう、かなりの優れもんなんで。ファイカと、普通の敵で今吹雪とか炎を吐いてくるやつはいないっちゃいないけど、でも大体自分の性格からしてボス戦で付け替えようとするとてかトロッコがあるな。大体忘れるからな。これはこうだよな、上とか大丈夫か。ちょっと先も見とかないと、トロッコの乗り損がありますかね。これあれだな、完全ドラクエ5のトロッコ洞窟だな。暗い。水遁が結構余ってるんで水遁使っていきましょう。と思ったら回復させられたし、ふざけんな。スライドクラーケンをぶん殴っておくか。よし、水遁分はダメージ返したな。回復が、ビビも29レベル、ピサロも上がった。
お、ピサロもフレア覚えるじゃん。超万能キャラだなこいつ。ここのトロコってなんだ別に何でもないよな。あれってかなんだ、あ、ここ行けんのか。壁で行けないかと思った。結構敵の出現率が高いな。おお強え。てか闇の剣が超強え。金の針とか石化してくんのか。魔法の聖水か。ま、結構助かるといえば助かりますね。なんだこれは。あ、トロッコに乗って向こう側にピヨーンって行くんだなこれ多分。のスイッチを押して乗ってゴー。あー、でこれは多分このまま行くとスタートに戻されるからこれ押すでしょまず。敵が、あー、これ暗黒剣吸収されんな。ファイガーを使いましょう。あー、もうマジックパワーがファイガーを使って81になっちゃった。で、カトンで攻めよう。ビビのファイガーで終わりだ。よーし、1000円持ってんな。1000円。上もちょっと見とくか。ん？これも押しとかないとまずいっすね。で、これも押すか。結局全部押すのか。じゃあ、スイッチも完全に押したんで、トロッコに乗りましょう。いけーすげえ。おーと、てか、後のトロッコいるか別にいらなかった気がするんだけど。あ、しまった。水筒にしとけばよかった。このメンツだったら水筒でよかったのにな。これ殴っていいんじゃないか。おお、大丈夫だった。できればピサロのな、マジックパワーも節約したいんだけど、あの、ちょっと複雑になってんな。これは、とりあえずこれを押すとあっちに行けるけど、どうすればいいんだ？こっちにも行けるぞ。下、見てみよう。ゴンカシャーンと言って。ん？どういうことだ？あの宝箱は欲しい。なんか変な、ナッツみたいなのが出てきた。あれ、ミスったな、今。おお、危ねえ。ナッツそこそこあるな、素早さが。暗黒剣が効かなかったから、ちょっと後ろのやつだな。これを闇の剣で倒して、ヒットポイントついたとこ49か。あれ、仲間呼ばれた。ちょっと節約してブーメランを投げるか。そうすると結構強えな。普通の攻撃とそう変わりないぞ。70くらいだかんな。いや、ユフィも強くなったな。あの宝箱は普通に下からいけんな。てか聖水を使おう。聖水はね、フィールドだけじゃなくダンジョンも有効っぽいんで。ま、わあ、乗っちゃった。大丈夫か。キャンセルができる。上の宝箱を取りましょう。こちらか。ちょっとそろそろマジックパワーがやばいぞピサロ。水遁を投げて、まあ勇者は攻撃ですね。でこいつもファイガと。さて、この宝箱は、あ、不思議な木の実か。不思議な木の実、ビビに使うかピサロに使うか、ちょっと悩みどころだな。お、モンスターの気配が元に戻った。ってことはこれ乗っちゃっていいかな。いけー。で、でどうする。これどうしようかな。黒魔法で攻めよう。
デビルスピリッツには暗黒拳効かないんで。ナッツ防御力高えな。魔法防御が。半分くらいしか当たんない。あ、逃げてった。どういうキャラだ。よし、あと殴って終わりっすね。ぐっ回復した。殴って回復ってどういうことだ。じゃあ水遁使うか。逃げてった。水遁の無駄遣いになった。殴り耐性に回復ってすげえな。とりあえずこれ乗って向こう岸に行って、スイッチを押してこの穴に落ちてでトロッコに乗ればいいのか。おお、ちょっと複雑になってきたな。と元に戻ってきたんだけど。これ元に戻ってきたよね。どうすりゃいいんだ。あそこのスイッチを切り替えとかなきゃいけないのか。そういうことか。こうね。でもそうするとトロッコ乗れなくね。いや大丈夫か。一回でこいつらはこれで倒す。さよなら。あ、暗黒拳弱いな。暗黒拳に弱いなこいつら。あのスイッチのとこって歩いていけたっけ。あ、いけねえわってことはこれ一回出ないとダメじゃん。わあ、めんどくさいな。これ向こう岸になってんな。でこれもレールは OK だな。あ、じゃあ大丈夫だ。いや、一回一回またレール変えないといけないということになったらかなりめんどくさいけど、これで大丈夫でしょう。おー、いったー。いや、危ねえ。あー、宝箱取りてーなんだ音がする、トロッコ。あれ、なんだなんだ、バグかと思ったら違った。これはこれ、はやっプサンじゃないか。これ、引かれて大丈夫かな。引かれてっていうか、普通に通り抜けフープなんだけど。錆びついたポイントがあります。おーら、どっか行っちゃった。これ絶対プサンでしょ。どなたか知りませんがありがとうございました。うっかり乗ってしまい、かれこれ20年以上回っていたでしょうか。いやー、参った参った。とか飛び降りろよ。私はプサン。ほらね、信じられないでしょうが、かつて天空の民だったものです。お見受けしたところ、あなた方も天空の城に向かっていますね。よろしい、私もお供しましょう。人数が多い方が心強いですからね。わっはっは。と言ってもどうせこいつは戦わないからな。さすがに戦わないでしょう。ほらでは参りましょうか。勝手にくっついてくるキャラな。これも乗ろう。これこれ乗ると多分元のポイントに戻るな。これちょっと下のレバーみたいなところがあるか見てくるか。あれ、そうか、ブラックプリンは回復するんだっけ。勇者は攻撃するしかないからな。そうすると魔法を使わなきゃいけないな。もうマジックパワー30しかない。だいぶポイントまで遠いな。ポイントなかったりして。これは大丈夫でしょ、暗黒拳使って。で、水遁がダメなんだよね。雷神に弱いんだ、後ろのやつが。で、まあ、タイガーで大丈夫でしょ。減らしてあるんで。めっちゃ長。ちょっとまた聖水使いましょう。これでポイントなかったらかなりショックだぞ。うわー、なさそう。ってかこれいけんのか、こっちに。敵が出たんでわからん。あ、ナッツ軍団だ。
ナッツ軍団はね、これで倒せるんで。あ、回避率が高い。これあれだよな、風魔手裏剣とか効くのか。やってみよう。ほらどういうことだよ。風魔手裏剣で回復って、魔法剣は？ほら、あ、魔法剣は効きますね。そうか、なんかの属性がついてないとダメなんだな。雷鳴剣とかどうなんだろう。じゃあ普通の、あ、いける。こっち、あれってか普通に歩いてきて終わりだし。あれ、ちょっと待って、宝箱取ってないのが何個かあったぞ。どうすればいい。戻るか。それもちょっとめんどくさいな。まあいいかなと思うけど、ちょっと戻ろう。宝箱は欲しい。なんかここら辺から隠し通路が行くとか。ファイガで、キサロのマジックパワーがなくなった。で、カトン投げて、こいつは殴って、ファイガと、で、ちょっとピサロのマジックパワーを回復させましょう。魔法の節水8個か。で、ちょっと宝箱探したいんで、まあ少し送りましょうか。よし、サンゴの指輪。これは、なんだ？タイダルウェーブ用か？多分水を吸収するっていう。全然違った。雷を吸収か。ま、あと一個な、確かあったと思うんだけどな、宝箱は。なんかチラッと見えたのが。ちょっとそれも回収したいな。あれ、思い出の鈴使うと入ってきたところから出るのか、入り口的に。まあ、なんかね、宝箱あと1個あったと思うんですけど、もう進んでいきましょう。ちょっとそんなに時間も取ってられないんで、まあしょうがないっすね。あ、キラーマ、もうキサロのマジックパーがない。そして忍術もなくなってきた。おお、杖。これは下かな。そうすると、あれ、いけねえし、上か。おお、ズシオマル、ズシオマルだ。あ、一回しか使えない。また魔法の聖水を使わなければいけないか。勇者はもう防御でいいや。役立たず子ちゃん。あれ、倒せないか。あ、マジックパー吸い取っとけばよかったかな。暗の剣で。百層とか今更かよ。魔法の聖水40だからな。この上位版みたいなのないのかな。あそこに村が見える。このまま進んでいけば、あの村か、次は。おお、ブラックボムみたいなやつがいる。回復はされないな。ちょっと闇回復されるかなっていう色をしてるけど。なんとなくこいつも魔法防御だけな。グレネード。ハイが効くか。回復させられた。最悪だ。暗い。はいか。
うわやばい、これビビ死んだ、マジかよ。殴っとこう、メガンテ139、勇者も死んだ。じゃ風魔手裏剣投げよう。まさかこんなやつらに、え、超ヒットポイントあるんだけど、こいつこんなやつらにしてやられた。黄金の鎧とかすげえの持ってんな、棺桶が。フェニックスの方で蘇らせて、まあ、勇者全然マジックパー使わないんでベホマ使おう。キサロも回復させちゃおう、どうせだし。これは完全に下だな。あ、こいつらタフ軍団だ、タフ軍団。そうするとカトンにしようかな。78か。で、ブリザガ、ズシオ丸に、ね、ブリザガ効くかって言われるとちょっと怪しいな。サンダガにしとこう。おお、倒した。あ、ここ馬車があるのね、フィールドだからいつもそれ忘れるな。馬車組はね、やっぱりちょっとレベルが遅れてますよね。平均24か今で。これは普通の町だな、町というか村っぽい。ここはウルの村です。マジか、 FF3 の最初の村だな。南西に行くと天空の城にたどり着く。でも今はエクステスに支配されてしまっているけどね。この村も今長老たちのおかげで、お力で魔物たちの侵入を防いでいるけど、それもいつまで持つことか。お、すげえな長老たち。ここは何の館だ。あ、長老、伝説の不死鳥ラーミア、その力は6匹の竜に封じられていると聞きます。遥か昔、あまりに強力すぎたために深い深い洞窟の奥底に封印された武器があったそうじゃ。はあ、よくぞ参られた。この町まで来れば天空城までもう少しじゃ。天空城に待ち構えれば全ての元凶 X です。奴の力は今まで戦ってきた敵たちとは比較にならぬ。だがわしはそなたらを信じているぞそれだけかよ。結局勇者頼みか。仕方がない、それが勇者の宿命だからな。上では何もなかった。あとは道具屋はさすがに何も変わんないでしょ。エクスポーションとか売られないのかな。じゃあアモールの水また買っとくか、20個くらい。フェニックスの尾を少し買いましょう。5個くらい。キメラの翼も10個くらい。思い出の鈴は大丈夫だ。テントも20個あれば大丈夫。聖水重要だからな。20個くらい買っとこう。あ、手裏剣か。手裏剣20個くらいでいいや。で、風魔手裏剣がやっぱり重要っすね。10個。4000円か、高っけーな。で、カトンが10個。水遁も10個。雷神も10個と。よし、これでいいかな。結構金使ったな。なんか、防具とか武器とか見てないけど、こっち買った方が良かったかな。クリスタルメールとか普通に売られてるし。マジか。あ、水の羽衣ね。なんか水の羽衣ってかけられなかったっけ ?1 個買っとこう。確かかけられた気がするから。クリスタルヘルム、サークレット。魔力が上がるのか。8000円。ユフィが大地の衣か。水の羽衣の方が全然強いな。でもちょっとコロシアムでかけられた気がするから手元に持っとくか。もし X ですが本気になればこんな小さな町なんてあっという間でしょうね。と言っても外は魔物だらけ、別の町に移動することなんてなおさらできないわ。 X ですがいる限りこの世界に安全な場所なんてないのよ。うん、ま、この世界の周りの敵超強いかんな。あー、ここら辺か。じゃあちょっと宿屋に寝て、お、井戸があるけど、お、壺がある。ちょっと先調べよう。これ、あの下の壺とか調べられないのかな。こいつ誰。う、私は天空城の生き残りです。エクステスは恐ろしい力を持っています。奴の術を破れるのは竜の神様ぐらいですよ。しかしその神様も今となっては行方知れず、いよいよこの世界に終わりが近づいているのでしょうか。というか確かプサンってマスタードラゴンだったよね、ドラクエシリーズだと。あ、調べられる。でも何にもない。じゃあ宿屋に寝
で、ウルの町にたどり着いたので、そうですね、じゃあ今回はこれで終了して、また次回やっていきたいと思います。